お、65あーうわー出たねベジータ来たあーやべー AJ ユナイテッドくじで引いたスピードの選手でガチバトルこれ俺走ってる感じねあそうなんだなんか電池かと思った電池で動いてるから電池お前猿の人形じゃねえんだよお前これな何回お前俺を猿にしたことかあんたが編集してた動画見たら俺がいきなりこうやって叩いてんだよいやだってやるんだもんこれバカやろお前それいつもやるだろこれおお行きましょうかはいうるさいんでおいうるさいんではやめてよはいということで今回はくじで引いたスピードの選手で戦っていきたいと思います、まあ、ここに何かな63から、うんまあ、99までということではい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 、はい、でこの中からスタメン11人分くじで引いて、うん、その出たスピードの選手を組み込んでいくとなるほどね、はい、63ってやっぱキーパーだキーパー枠だね、うんうん、でここら辺を引けないとちょっと一応キーパー用に少し足しとくか逆にお前そこら辺めちゃくちゃ出たらお前やばいよ確かにちょっと足しすぎも怖いなそこも考えてよ一応じゃあ2つだけ足します61、64だけ足しました、はいはいはい、じゃんけんで勝った方からもう11回連続で引いちゃいましょうかわかりましたはい最初はグーじゃんけんはいこれ勝った方なんだよ本当にじゃんけんの勝率すごいなあんたいやありがとうございます今多分本当に8割ぐらいかプロいやプロじゃないっすよいやなんか確かにメンタリストメンタリスト15はいスピード遅いのも欲しい75 89 87、はい、結構早いんじゃないお65ね79、うん、てか99とかもあるんだけど80 73 85今何体あと3体あと3体ね83、はい、うわ90台欲しいなうわ67センターバックかあ91あ終わりましたおさあじゃあ続いてはい、残り19ってことは引かないやつもあるってことだよねあります、はい、71これ完全キーパーだな63これもキーパー枠だキーパー枠だあーうわー出たねベジリーバック来た96早いの来てるないい、ね、おお88これは結構今回ちょっと待ってスピード系だ95 82 93いいね92今回ちょっと月回ってきたんだよ77ちょっと待ってこれで12345678910111だ OK ちょうどはい、まあ、画面にちょっと数字のリストは載っけておきますので、はい、見ていただければと思いますこんな感じでね早いね早いね本当に早いねめちゃくちゃ早い今回よしやっていきたいと思いますいきましょう私のチームこちらでやらせていただきたいと思います前クソ強いっす前中盤はほぼ完璧っすただ、まあ、ディフェンスがちょっと左サイドとセンターバックがちょっと弱いかなってとこぐらいっすかねこんな感じですねはい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 だけどあれだねディフェンスラインはめちゃめちゃ綺麗だね、うん、中盤が使ってないとか結構あるんで前も強いもんねルカクと応援そうなんだ、ね、本当だ本当に中盤だけどやっていきますかいきましょうか最初にマラドーナとメッシすぐに決まったもん最初から見てたらあそうだね意外にメッシそこまでそうスピードないというか俺のやつが87くらいだったマックスね守備がここね守備安定してるよそうそこねちょっと崩したいなおおクリアおいるよいや相手は中盤がきついからなちょっと真ん中で取ろうめっちゃ上がってるあここ抜けたか OK 危ねえハンダロビッチ俺 EA の大会でお世話になったわただ適合率 30% なんですよそれはきつい多分ハンダロビッチ使わないもんなキーパーなんてもうほんとほとんど固定になるもんねそうだよねサンチェスが若干などうかなって感じなんだけどうわー早えあよし今回出たからもう体勢整わないかと思ったらオッケー。うわーやべえ
これはナイス飛び出し。クソ攻めれてるけど全然決めれてない。もういいよ。え、ちょっと待って。あちょっと待って。オッケー、来た。うわー、ナイキ。いや、クルトワの手の長さに助けられた。いけ、ナイス。うわーい。さあ、オッケー、ここで、止めて。あぶねあー、やべー、ここはつけなかったか。くそー、今のはな。ジョアン・マリオ見ないもんな、対戦で。うん、あっ、おー、危ねえ。詰めろ。うわっ、 OK。 やべえ、抜けたー。よし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 。くそー、ディエゴクリア。ベッカム頑張った。ケミー、危ねえ。さあ、ケイタも結構スピードあるから、いいね、いいよ。え、カバーでアグリーじゃん。ナイス。いや、最後の最後よこれ。いや、これいいぞ。おわ、これは精神的に与えた。これメンタルブレイクってやつだ。一応サブに大黒いるけど。え、これサブ使うの？いや、使わない。全部白玉。白玉だったら出してもいいでしょ。出してもいいけど。大黒、いや本当にやばかった。出すか。ああ。ハンスローじゃね今の。ちょっとあんまハンスロー取られないもんな。ああ、はい、まあ、モーション的にもないっす。あー、やべえぞ。オッケーオッケー。あ、トニコノいる。ベッカムがいるんですよ。ベッカムが来た。よし、カウンター行きましょう。このカウンター怖いな。応援怖い。落とす、それ。オッケー、ナイス、来た。うわー、そこよかった。いや、奥で、今のルカクでしょうよ。やべ、中いてる。うわー、やべー。いや、いい動き出し。おい、ついてたぞ今。ナイス、メッシ。メッシに2点やられてる。マネ早いぞ。おやべ、取られてる。いやー、マジか。うわ、前出てる。うわ、メッシ、いける？メッシ無双だ。すげーすげー、今日メッシやばい。メッシ抜けちまうよ。早いよな、なんだかんだ早い。スピード、なんか瞬発力あるからかな。いや、こっちもスピードあるよ。なんか早く見えるよね、メッシは。うん、あー、全然ダメだ。いや、せれない、これせれない。一点返しましょう。いや、お前ら全力で守れよ、これ。いいね、こっから。うわここの、ここのマッチアップどうにかして。よし、こう、オフ、ナイス。うわー、香川、ここから、いけ、いけ、危ねえ。うわ、切った、いけ。うわ、香川くん入れちゃおう。やべえ、勝てない。ここ無理だ、ここ無理だ。あのマッチアップこれきついよな、その後ね。巨人と小人だったよな。俺とファンダイク並んだらどうなるんだろう。まあ、なんかもう合成じゃねえかって言われそうだよね。
次回さんとマラドーナ選手はどんぐらい。ちょっとそこはあんま変わんないだろ。あ、いいよ。あ、やべ、いいね、早い、オッケー、あと1点。ちょっと待って、やれよ、こんな最後に最後にメンタルブレイクはやめて。うわ、時間がねえんだって。もう1点取って安心したい。嬉しい、オッケー。うわ、ここだ。なんだよ、お前そのドリブルは。そっ、あ、やべえ、時間がねえ。てか誰もいねえ。本当だ。おい、守備、おお、守備全然いなかった今。いや、マジ意外だった。ラッキー。うわー、くそー。今回は来たと思ったんだけど、スピード速かったもんね。だからスピードだけじゃないっすよ、やっぱ。ということで、この動画が良ければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。お願いします。また次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。